はい、ということで、滝の映像を見ていただいているところですが、改めましてこんにちは、市川です。まあ久しぶりにね、こういう風な形で動画を撮っているんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあね、私はと言いますと、本当はですね、この動画を撮影している今日からですね、ちょっと山に出かけようと思っていたんですけれども、まあ残念ながらね、ちょっとお天気があんまり良くないということで、一旦中止にしました。本当にね、今年はちょっと山に恵まれてないというか、なかなか山から嫌われてるのか分かんないんですけど、なかなかね、登山に出かけることができないですね。余談なんですけれども、実はですね、私が YouTube を、やり始めて、まあ、正確に言うと ちゃんとやり始めてですね、9月でちょうど1年が経ちました。まあ、正直言うとちょっと更新頻度が非常に低いかなっていうのは自分でも思っていて、できることならもうちょっとポン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 動画を上げていきたいなとは考えています。ただね、こういった登山になかなか出かけられないっていうのもありますので、今後は、まあ、写真を撮りに行った時の様子であったりとか、あとブログですね、ブログで書いた記事についての動画を作ってみたりとかっていうのをやっていこうかなと考えています。まあね、正直動画も写真もまだまだ勉強中の身ではあるんですけれども、今後も私なりにいろいろ試行錯誤しながらですね、やっていきたいと思っていますので、どうぞ皆さんお付き合いいただけますと幸いです。よろしくお願いします。ということで、今回はですね、まあ、冒頭にご覧いただいた通りですね、滝の撮影に出かけてきましたので、その様子をお届けしようかなと思います。まあ、滝を撮るのも目的の一つではあったんですけれども、一番の目的っていうのがですね、このじゃん、見えますかね、まあ、カメラの機材なんですけれども、ハイラというメーカーのリア挿入式の ND フィルターですね、これを使うのが一番の目的で、出かけてきました。まあ、正直ね、ちょっとなかなかマニアックな商品なので、カメラ興味ない方からすると、いやなんだよそれっていう感じだとは思うんですけれども、今回の動画はですね、前半にこの商品の紹介を簡単にさせていただいて、後半撮影した時の様子っていうのをお届けしていこうかなと思います。なお、私史上初ですね、アフレコに挑戦しておりますので、まあ最後までご覧いただければなと思います。はい、市川さんありがとうございました。ということで、ここからは初のアフレコに挑戦していきます。改めまして、今回ご紹介する製品はハイダというメーカーのリア ND フィルターキット HD4567 という製品になります。では早速開封をしていきましょう。上に開けるとオープンします。パッケージはこんな感じです。プラスチックケースに入ったフィルターと取扱説明書、それから早見表が入っていました。フィルター本体はこんな感じでプラスチックケースの中に入っています。計4枚で、濃度はそれぞれ ND0.9、1.2、
1.8、3.0 が入っています。右上に ND ノードの記載があるので分かりやすくなっています。で、驚いたのがこの薄さですね。非常に薄いです。ちょっとした風とかでもね、油断したら飛んでっちゃいそうなので注意が必要かなと思います。で、今回の製品はですね、実は SIGMA1424mmDGDN というレンズ専用のものになっています。このレンズは超広角レンズで、前面がいわゆるデメキン形状になっています。そのため丸型のフィルターが付けれないため、こういったリア ND フィルターを使って、対応するというような形ですね。これレンズキャップはソニー純正がついちゃってますね。では取り付けてみましょう。まず取り付けは裏面のレンズキャップを外してあげます。するとですね、ちょっと切りかけが見えてますので、そこにこの間のリア ND フィルターを入れていくような感じになります。ちょっと汚れてますね。これ入れる前にちゃんと拭いた方がいいですね。切りかけをアップしてみました。この切りかけにうまいことフィルターを当てはめてあげて入れるっていう感じですね。そして最後に上のレバーを右側に、倒してあげれば完成です。これでロックされます。超広角レンズでフィルターを使うとなると、やはりこの角型フィルターが一番有名かと思います。こちらは確かにですね、使い勝手とかいろんな撮影の幅が広がるんですけれども、やはり取り扱いがちょっと大変だったりとか、あと枚数重ねると重くなったり、何よりちょっとお値段が高いので、なかなか導入の敷居っていうのは高いのかなと思います。それに比べて今回のハイダのこのリア挿入式 ND フィルターはですね、4枚入ってお値段もだいたい1万5000円ぐらいと非常にお求めやすくなっています。またコンパクトで軽量なので、今後登山にも持っていけるかなと思って試しに購入してみました。ではここからは実際の撮影の様子をご覧ください。はい、ということで、これからハイダのリアフィルターを試してみたいと思います。ちょっと夕方になっちゃったので、正直 ND なくても、それなりに長時間録音できるんですけど、一番薄い ND 使ってちょっと撮っていきたいと思います。では行ってきます。
はい、では、参考になるかはわからないんですけれども、ここからはこの時私が撮影した写真をお送りしていきます。では、私なりの感想を述べていきたいと思います。まず良かったところ、やはり軽くて携行しやすいのはすごく良かったですね。もう角型の火にはならないぐらい楽です。で、取り付け後も特に前面のフィルターを覆うものがないので、取り回しのしやすさも目立ちました。そして値段も非常にお手頃、1万5000円程度で、かつ効果や写りっていうのも特に問題はないのかなと思います。反面ですね、やはりフィルターを交換する際、取り付ける際に一度レンズを外さなきゃいけないっていうのはちょっと大変かなと思います。またですね、場所によってはこうフィルターの交換ができないなんて場面も出てくるかもしれません。またですね、フィルターが1枚しか付けれないのでちょっと角型よりも、撮影の幅っていうのは狭いのかなと思います。ただそれでもですね、やはりこの重量と取り回しのしやすさですねっていうのはすごく使い勝手がいいのかなと思います。私的には、角型を持っていますけれども購入してよかったかなと思います。はい、ということで、今回はハイダのリア ND フィルターについてご紹介していきました。まあ自分でやっといてあれなんですけども、だいぶニッチな製品だったかなと思います。今後もうちょっとね、万人受けすると言いますか、そういったものをやっていこうかなとは思います。で、今回のフィルターについては一応ブログの方でですね、もう少し詳しく書いてありますので、もしよろしければそちらの方もご覧いただけると幸いです。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。